あとね、今日の話題としては、リトルバード問題がね、リトルバード問題が発生したのね。リトルバード問題。皆さん、YouTube を見ると、字幕ボタンを押すと字幕が出るの知ってます？ね。だから、例えば英語で喋ってるのを見ても、字幕ボタンを押すと字幕が自動的にもう流れて、それを日本語にしたかったら翻訳で日本語にすると日本語で流れて、その時に、あ、そうか、これ自動的になってんだなと思って、じゃあ僕たちのも出るんだよねと思ったら、日本語でまず出るじゃない、言ったのは。で、そこから翻訳に、英語にしてみたんだよね。そしたら、なんか、意味としては、リトルバードが初日に調子悪くなって、リトルバードがたどり着かなくてとか、言ってて、それがね、リトルバード、リトルバードってやたら出てくるんだよね。それがなんと、リトルバード、この人だった。コトリンが、YouTube が自動的にコトリって聞き取ってて、リトルバードって変換してリトルバードでいう。す。ねリトルバード問題が、これ、外国人が見ても、なんでリトルバードが出てくるのか意味わかんないっていう。ねえ。そういえば前さ、政治ガイド来てくれた方がさ、小鳥さん、小鳥さんってさ、言ってた。いつもくんさん、小鳥って書いてるから、小鳥さん、小鳥さんって、小鳥さんになってた。小鳥さん。これがね。